どうも皆さん、お待たせいたしました。太一でございます。さて、本日の動画はですね、今回は皆様にちょっとしたご注意というか注意点をね、ちょっと言っておきたいなと思います。それ何かっていうとですね、改めて思ったことがあるんですよ。前回僕がこのシコキンというキャラクターの動画ねしたんですけども、あれでまあ再確認したというか改めて思ったというか、僕の動画をですね、やっぱちっちゃい子もね見てくれてるんですよね。本当ありがたいことなんですけどもね、ありがとうございます。ただ親とですね、見ているという視聴者の方たちも結構いまして何が言いたいかっていうと、基本太一、もう太一っていう存在はもう下ネタを背負ってるようなもうデブですから、俺の出す動画は必ずどこかに下ネタが潜んでいる、そう思ってもらいたいですよ。Twitter のメッセージとか、あとは YouTube のコメント欄でもよく目にするんですけども、下ネタがねこう出てくるじゃないですかね。それを親と見てて変な空気になっただとか、下ネタやめてくださいとかこういろいろ言われるんですけども、やっぱ僕はこう下ネタとモノマネがこうひっついたようなこう YouTuber ですからね。どこかにはやっぱこのなんだろう、やっぱ動画を面白くしたいから、こうモノマネと下ネタをこう混ぜ合わせた感じのねこう演出をしてしまうというかね、あれなんで、なるべくですね、僕の動画を見るときは必ずイヤホンをするかですね、外にいるかとかね、誰か近くにいるのであればイヤホンをまずしていただいて、それで安全かどうかをねまず確認してもらいたいんです。親とね見るってのもね全然ありがたいんですよ。それお母さんお父さんね見ていただいたのはありがたいんですけど、やっぱこういうYouTuber なんでね、そう下ネタがくっついてくる YouTuber なんで、そこちょっと注意してもらいたいっていうのがあるんですよね。太一イコールも下ネタ、もうこれはもう鉄則ですよ。今日は商品紹介の動画だから下ネタとかないし、親と見ても大丈夫なんだろうなと思ったら大間違いですよ。そういうところにも下ネタが隠れてます。刺すのかな、はい、さ、刺します。刺しますよ。サザエ、もう穴がびちょびちょじゃないか。今日は弟さんとの料理動画だ、じゃあ下ネタもないと思うし普通の料理だから見てみよう。で、どんぐらい、たっぷりっしょ、とりあえずいいね、いいね、もうちょっともうちょっと、いいね、どんぐらいだろお前で、混ぜるのよ、混ぜるの、混ぜろよな、てめえな、触んじゃねえ。分かった分かった分かった、チーズ出すなよ、ボウルからなあ、大丈夫、チーズ臭い、おい、カツオ君、君のここは、なんでいつもチーズ臭いんだい。ダメダメ、浅はかなり、下ネタは潜んでおります。太一っていう YouTuber はやっぱ下ネタとモノマネ、まあ、これがくっついてますんで、そこをご注意お願いします。ですから必ずね、誰かと見るときは、特に親とね見るときは安全確認をねお願いいたします。ですので今後ともね、太一をよろしくお願いいたします。でもそんな下ネタって言ってもさ、そのがっつりとした下ネタじゃないでしょ、俺の下ネタはね。えこうまあドッピューとか言っちゃうけどさ、これなんかあんまエロく聞こえないでしょねえ、聞こえないよね。